皆さん、 JY ジオンの公式 LINE 見てますか？踊りたでしょ？そうなんです、 JY サードシングルのカップリング曲がドラマの主題歌に決定しました。東京 FM からお送りしていますジオンの季節、こんばんは、ジオンです。千葉県のラジオネームガロさんからです。サードシングル発売決定おめでとうございます。カップリング曲のブギウギがまたドラマの主題歌なんてすごいです。毎週またテレビの前で正座で待機できそうですね。この勢いなら本当にアルバムの発売やライブの開催も近そうですね。楽しみにしてます。頑張ってください。東京都のラジオネーム太陽の小町さんからです。またドラマの主題歌に選ばれたんですね。おめでとうございます。今回も事務所の先輩である黒木メイサさんが主演するドラマのということで、黒木メイサさんと JY がどういうコラボをするのか今から楽しみです。どんな感じの曲なのか教えてください。そうですね、12月7日に JY のサードシングルが出ること、でも今言えることはあるすごい方が歌詞を書いてくれたんですよ。作詞をしてくれて、もう嬉しくて震えてもう死にそうでした。本当に楽しみにしてください。死んじゃダメですけど、死なないですけど、そのぐらい嬉しかったってことなの。あとですね、カップリングのブギウギが黒木メイサさんの、主演のドラマ背景民泊様の主題歌になってる、そのドラマのスタートが10月の下旬なので、楽しみにしてくださいね。私も楽しみにしてます。では、この曲もドラマの主題歌になった曲です。聴いてください。お送りした曲は JY の Radio でした。スイートジオンチャリティ、東京都のラジオネームコサインさん。スイートチャリティ見に行きました。ジオンさんは輝いていましたね。特に最後のシーンではチャリティの聞き迫るセリフ、ダンス、歌に心を揺さぶられました。前からミュージカルには興味があったのですが、今回の公演を見て他のミュージカルも見たくなりました。きっかけを与えてくださりありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやー、もうツイートチャリティ楽しかったね。さあ皆さん、ここからの時間はスイートジオンチャリティ、今月いっぱいありますよ。あなたからのこの1週間に起こったニュースを大募集。いいことがあった人にはもっといいことがありますように、いいことがなかった人にはいいことが起こるように、私が愛のこもったスイートチャリティメッセージを送るわよ。ではまずはこちら。千葉県のラジオネームさくらさん。私の今週の出来事はちょっとスペシャルでした。私はピザ屋さんでアルバイトをしているのですが、ある日いつものように注文の電話に出たら、いきなり Hello と言われました。私は小さい頃から英会話の練習をしているので、どっさに対応ができたのですが、いきなり英語だとやっぱりびっくりするものですね。でも今まで練習してきた英会話を活かせたので I feel happy。 Amazing ですね。素晴らしい。私まで幸せな気分になったわ。そうですね、私も英語を勉強しているんですけど、ロンドンに留学してた時に、このラジオでもね、前にちょっと話したことがあったんですけど、結構最初の方はね、もう1ヶ月ぐらいは全然聞き取れないし、話せないし、読めないし、大変だったんですよ。で、ある日そのカフェとかに入って、一人でねパンが食べたくて、パンがすごいいっぱい並んでたんですよ。で、美味しそうと思って注文したら、なんか違うやつをくれたんですよ。なんか多分私が英語を間違えたかわかんないけど、すごい衝撃でショックだった。どうして、どうして私そんなに英語ができないんだと思って、いやもうこれから頑張ると思って、友達にもう徹底的にもう練習しやって、で友達と一緒に注文をする練習をしたの、なんか英語で。それで
もう頑張ってよしやってみようと思ってお店入ってやったんですよ。で座ってこうメニュー見て、あーどうしようドキドキしながら注文したらちゃんと出たんですよ、注文したやつが。それでもね幸せだったの。あーこんな頑張ったらやっぱり分かってくれるんだと思って、あとやっぱりねそのなんだろうな、言葉はねやっぱり勉強しなきゃいけないっていうこともねすごい感じたし、あとやっぱりこう使えば使うほどなんだろう慣れてくるっていうのもねあるし、だからさくらさんの気持ちはすごくわかりますよ。その英語が通じたこと時にその嬉しい気持ち、いやもうねわかるよわかる。あと私も今日本語も喋って英語も勉強したい、中国語もちょっと勉強してるんですけど、やっぱりいろんな言葉を話せるようになって、その国の友達ができることがやっぱりなんだろうな、世界が広がるっていうかね、ちょっとそういうのがやっぱりいいと思うし、あと最近はね日本のね日本にずっと住んでるからテレビ見てニュースを見るんですよ最近。で前は結構ニュースでも知らない単語ばっかりだったんですけど、最近はちょっと分かるようになったの。何の話してるんだなって、ああ最近ってすごい大変だなとかなんかねニュース見ながら思うわけよ。で自分も自分にびっくりして、あなんか分かってる、私全部分かると思って。あとそうロンドンにいる時は新聞とかも見て文法とか勉強してたりしましたよ。だからメッセージでなんかたまにあるじゃないですか、英語の勉強したいですっていう方も。だからそういうのもねちょっとコツっていうかそういう勉強し方もすごい良かったのでぜひやってみてください。ではさくらさんがさらに英語でいろんな人と、コミュニケーションが図れるようにスイートチャリティメッセージを送ります。継続は力なり、継続は力なり、継続は力なり、キープゴーイング。これで大丈夫ですね、頑張ってください。すごい大変なこれ。では次、福岡県のラジオネームゆうきさん。将来私は保育士志望で大学で実習のためのオリエンテーションで黒髪にしなくてはいけなくて美容室で染めました。でも全く黒髪が似合わなくて萎えました。ジオンチャリティならどうポジティブに考えますか？Oh, let me see. ポジティブに考えるにはどうすればいいかよね。そうですね。でもさ、すごい気持ちわかるよ。その髪の毛のね、色が気に入らないときは。だってね、鏡見たらもう1秒で見えるわけじゃん。1秒じゃない、もう瞬間見えるから。どうだろうね。でも私も今年ね茶系の色に染めたんですよ。結構前はずっと黒髪だったから、で染めた時にやっぱりちょっとなんか違和感あったんですよ。私は結構黒髪が好きだから、まあちょっと黒髪長かったから、まあ茶系にしようと思って、でも茶系にしたらなんかこうなんか私あれこれ私だっけみたいな、なんか違和感が感じて、でもある意味なんだろうな、すごいリフレッシュしたっていうか、またなんかこう新しい感じがすごい私は気持ちよかったんですけど、やっぱりその髪の色が変わったらやっぱりメイクとか服とかちょっと変わるんじゃないですか。私はそうだったんですけど、ね、ゆうきさんがもしそれにまだ挑戦してなかったらね、ぜひそれをねちょっとやってみてはどうかなと思うけど、あと黒髪がダメじゃなくて黒髪をこう生かしてみるのはどうかなとは思うけどね。あとはね帽子とかもさ、いろんなのねあるから、それもファッションに生かして、黒髪にしか合わない帽子もあるからさ。そう、ではゆうきさんが、黒髪をポジティブに考えられるように、スイートチャリティメッセージを送ります。あれ？ゆうきかな？でも髪色が違う。でも横顔絶対ゆうきだ。ゆうき、ゆうきおは、え？ちょっとゆうき、その黒髪どうしたの？すっごい似合ってるわよ。メイクも服も
全身コーディネートバッチリ、すごい。よし、私も黒髪にしちゃおう。はい、これで大丈夫。ゆうきさん、今日からねファッションリーダーになったんですよ。さあ、スイートジオンチャリティではあなたの1週間のニュースを大募集しています。いいことがあった人はもっといいことがありますように、いいことがなかった人にはいいことが起こるように、私がねスイートチャリティメッセージを送ります。すごいこもってますよね。たくさんのニュースお待ちしてます。お送りした曲はケイティ・ペリのロアーでした。東京 FM からお送りしていますジオンの季節です。最後にメッセージを紹介します。埼玉県のラジオネームのぞみさん、先日放送で好きな人がいることのカラオケのことを紹介してくださり、ジアンピョンがうまく歌えたのかな、楽しく歌えたのかなと言っていましたが、友達と盛り上がってとっても楽しく歌うことができました。が、私は音痴なのでうまく歌うことができませんでした。これからもっとうまく歌えるように一生懸命練習します。が、音痴か、音痴、楽しく歌えたらそれでいいんですよ。でも音痴の人って結構自分の声が聞けてない人が音痴になるって言ってるんですけど、だからのぞみさんも自分の声をたくさん聞けばいいんじゃないかなって思うけど、その自分が歌った曲をなんか携帯とかでねレコーディングして後で聞いてみたり、あ、この音が違うんだとか後でねそういう風に確認すれば多分ちょっと治るんじゃないかな。頑張ってください。では次のメッセージです。千葉県のラジオネームミーミーさんからです。私は9月29日で18歳になりました。9月29日はスイートチャリティの公演日でもあったんです。間近でジオンピョンが演じるチャリティを見れて本当に幸せでした。何よりジオンピョンが楽しそうに演じていて、見ている私たちも笑顔になり、スイートチャリティの世界に引き込まれました。ジオンピョン、次も期待してますね。頑張ってください。ありがとうございます。あー、もうチャリティが終わってからもう10日も経ってます。お、寂しい。もう千秋楽の日は寂しかった、寝れませんでしたその日は。でもほら、見た方たちは分かると思うんですけど、ハッピーエンディングでもなかったから、まあなんかちょっと幸せになってほしかったなっていう方も結構多かったんですけど、私は絶対にチャリティはその後も前向きにまたね新しい人生を探していたんだなって思いますよ。だから私も毎日毎日前向きになれましたよ。そう、チャリティさよなら、また会いましょう。皆さん引き続きジオンの季節の番組サイトからメッセージお待ちしてます。それでは今夜は好きな人がいることを聞きながらお別れしたいと思います。ではまた来週水曜日夜9時15分にお会いしましょう。ジオンでした。あ、そうだ、来週はジオンチャリティからスペシャルのプレゼントがありますよ。お楽しみに。もし5分前に戻れるなら何をしますか。私は先の返事もいっそしたい。